唐戸市場に来ました、イエーイ。こんにちは、ヘネヨです。ちょっとね、今、緊急で動画回します。大分から島根の方来たんですけれども、まさかの僕、ホテル取り間違えれて、昨日泊まって今日帰るはずが、今日泊まって明日帰る分取ってしまってて、まさかの島根、出雲にもう一泊することになりました。ということで、今日、出雲観光していきたいと思います。行ってきまーす。はい、ということで出雲大社の方来たんですけれども、やばいっすよ、すごい。このしめ縄わかります？めっちゃ離れないと映らないぐらい超でかいんすよね。すごすぎるよこれ、やばくないですか？すごい。お参りしてきます。はい、出雲大社到着しました。あの神社系が大好きじゃない嫁さんです。どうですか、見た感想？どうでもいいとか言うなよ。いやー、もう風情がありますな、すごい。だるきも、え、いやー綺麗、めっちゃ綺麗、すごい。ですか、皆さん気持ちいいですか？はい、はい、あー、びしゃびしゃだ、びしゃびしゃじゃん。追い込みしたくなりますね。失礼しました。日本酒発祥の地らしいです。イエイ。すごい、結構長い坂ですね。大社の人たちとかこう毎朝坂ダッシュできますね。運動会の練習、よーいドン。坂ダッシュ、坂ダッシュ、いけいけ一番になれ。いけいけ、もっと走れ走れ、来た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 。いけ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 、手振って手振って。出雲大社です。すごい、この一本道もすごい。あー、ちょっとカメラじゃ分かりづらいんですけど、すごい一本道で、それも向こうにね、大きい砦があるんですよ。ここは島根県だよ。おいしい。おいしそうだね。いいじゃん、島根県言える？島根県。出雲の蕎麦屋さん来ました。インスタグラムで美味しいっていう声を聞きましたんで、行きます。倒れやすいので気をつけてください。しめ縄ソフトです、いただきます。うん、おいしい。おふく焼きです。かわいい、たい焼きみたいですね。1時間待って一服さんのそば食べます。すごい、4段あります。おいしそう。こっちもアナゴ重膳、いいじゃん、おいしそうですね。それではそばいただきます。出雲そば、これ直接かけるらしいです。おいー、味がしっかりして美味しいです。そばも美味しいですけど、このアナゴがめっちゃうまいですね。アナゴ、めっちゃうまい。夜ご飯は滑落というお店に行きました。ブン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 。あとどこ行くのって？ホテルです。ホテル行きます。ホテル行きましょう。昼食の時に買ったんですけど、途中で他のところが呼び出されたんですね。なので食べるの忘れてバッグの中から出てきました。やばい、このまま出てきました。カツラクさんのカツとじ定食です。じゃーん。こちらが厚切りロースカツ定食です。秘伝のソース感がたまらない。一旦ホテル帰りたいと思います。ただいま、間違えてるよって言った。確かに昨日ここホテル間違ったところだね。パパが間違えて予約しました、このホテル。ヤクルトいる人？だいだー、お風呂上がりのヤクルトです。どうですか？おいしい。
ちゃん、朝食でございます。せーの、いただきます。はい、今島根のばあちゃんのところに来ました。敬老の日でね、もうなかなか会えないので久しぶりに会いました。動画です。イエーイ。ひーばあちゃんに会ってきたんですけど、今ですね、年齢がもう97歳らしいです。すごくないですか？もう耳も全然遠くないしね、元気なんですけど、またね、島根で来れるようにしたいなと思います。ということで、一旦ね、大分の方に帰りたいと思います。バイバーイ。いちごアイス。はい、島根のいちごアイス、いる人？はーい。パパも食べよう。うわ、うまっ。何これ？すっごい美味しいんだけど。いちご。美味しい。宮島インターでご飯食べまーす。いただきます。景色もいいですね。素晴らしい。はい、宮島のインターで、宮島の奇跡じゃないよ、宮島の景色です。イーちゃん、なんか見えましたか？はい。ああ、そうか。帰りましょう、イーちゃん。はい。広島なんで、もみじが散らばってますね。まあ、絵ですけど、はい、関門海峡です。もう少しですね、ここ渡ったら九州の方入ります。この長旅ももう少しで終焉ですね。あとちょっと。ここもめっちゃ景色綺麗ですよ。あと下関の唐戸市場の魚とかもめっちゃ美味しいです。すごい、この橋大きくないですか？関門海峡、本州と九州を結ぶ橋です。そして運転しているのが梶谷氷河です。あとちょっと。はい、ということで無事ですね、島根から別府の方到着して、今日は嫁のおばあちゃん家のね、お風呂に温泉に浸かりに行きました。今日ね、敬老の日なんですけれども、本当は昨日とかね、都道府県対抗試合とか、中学生のね対抗試合があったりとか、今日だったら全日本実業団とかあったと思うんで、本当はそっちの方見に行ったりとか取材したりしたいんですけれども、まだまだね、僕自身の実力が足りないばっかりに、もっとこれから剣道普及頑張って一生懸命ですね、そういった大会も取材できるように頑張りたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。そしてこういったね、日常の動画とかもよろしくお願いいたします。皆さんもしっかり敬老の日、おじいちゃんおばあちゃんお世話になってる人には感謝の気持ちを伝えてくださいね。お家を作ってるんですか？そうか。今回の旅行は楽しかった？はい。また行きたい？うん、行きたい。今日は唐揚げ定食あかりです。美味しそう。いただきます。唐揚げ。めちゃめちゃ激しけ。ホクホクで最高です。ということで、無事ですね、島根の方から自宅の到着したら、なんとですね、こちらのベンツの方が、いつもご支援いただいてる方からですね、高橋さんというんですけれども、納車いただきまして、さらに、この塚川、僕の長男、ハオって言うんですけれども、それのね、塚川のこの刺繍、すごくないですか、これ、かっこいい。いただきました。ありがとうございます。本当に、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。やったね、これ嬉しいね。ブーンはブーン言ったら、うん、うふふ、はい、っていう感じでということで、誕生日プレゼントいただきました。本当にありがとうございます。打ち込みをねして終わりにしたいと思います。初打ちお願いしてもいいですか？はい、はい、じゃあいきます。はじめ、いたということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と、友達を閉じる。チャンネル登録とハロウィーお願いします。また見てね。